はい、炭酸水好きな、俺のシュワシュワ動画です。今回はですね、こちらは、トモマス飲料、製造者がトモマス飲料の、強炭酸水となっております。天然水使用の 500ml で値段が確か、80円ぐらいだったかな。近くの、薬局で売ってました。原材料名が、水、二酸化炭素。水、炭酸ですね。となってて、製造者がトモマス飲料、佐賀県の、会社となっております。強炭酸、回線注意。となっております。全然あれですね。大して別に回線注意でもなかった。それでは飲んでいきたいと思います。あのね、俺がよく飲んでいるクオスっていう炭酸水だと、これをビャーって一気に開けると、ブシュッつってボワボワーって言って、こう溢れるんですよね。それぐらい炭酸が強いんですけど、全然です。乾杯。大したことねえな。ああ。強炭酸水って割には別に普通の炭酸だな。味っていうか、口に来る感じ。炭酸が、ブワーって来るわけでもなし。普通に。普通の炭酸水や、これ。むしろどこが強炭酸水かよくわからない。ですね。ググってみましょう。強炭酸水。あ、弊社独自製法マイクロバブル圧縮充填で、充填時ガス、圧が、ボリューム 4.8 だって。書いてあるわ。大したことねえわ。このガス圧っていうのが、まあ、炭酸の強さの、まあ大体目安になるんだけど。これが 4.8 らしいです。で、俺が飲んでる、よく飲んでるクオスっていう、まあ、アマゾンでも買えるね。炭酸水があれが 5.3 なんですよ。だから 0.5 も上なんで、それを考えると、ダメですね。4.8 だともうあれだね。一般的っていうか、最近売られてる強炭酸の、ペプシストロングだ。あれはペプシストロングが 5.0 なんですよ。ペプシストロングが 5.0 なんで、確か 5.0 だったはず。ペプシストロングって いくつだっけ？ペプシストロングが 5.0 ですね。5.0 なんで、まあ、それに比べると、やっぱり、炭酸は弱いということです。これは街道は三つ星でしょう。いや、まあ二つ星ですよ。これは二つ星です。はい、ご視聴ありがとうございました。